鉄火団の代表オルガ・イスカだ。何が鉄火団だこの野郎。このマルバー系とは前に仕事上の付き合いがあってなって話になってたんだが、こいつはマクマードの親父にも確認しねえとな。死んでいった仲間のけじめきっちりつけさせてもらうぞ。なんでか。やんちゃする子供を叱ってやるのは大人の役目だよ。ほんといい女だよお前は。ラフタにノーマルスーツを着るように伝えな。はい姉さん。そういい戦闘準備だ。全員持ち場につきな。殺さず監視だけをうちに向けてきたか。まずは合格点だよ。アミダールか100連出るよ。アジ船の射線に入るんじゃないよ。アージャン。さあしつけの時間だ。よそ見ち船が行っちゃいます。うまく船から離された。急に思い切りが良くなったね。脳みそまで筋肉でできていそうな戦い方じゃないか。いいねそういうのをさ。戻ってきてくれ。ご苦労さん。どうだった。楽しいもんじゃないさ子供とやり合うなんてね。でもなかなか見どころのある坊やたちだったよ。うちの資源採掘衛星に放り込むことにした。今回かかったか。ここは俺のハーレムだからな。全員俺の女ってわけだ。いい加減くだらないこと言ってないで。仕事だろ。おっとそうだな。ここにいるクーデリア・アイナ・バーンスタインさんを地球に送り届けたいんです。そのためには安全な航路を確保できる案内役が必要です。その案内役を依頼したいんです。それからもう姉さん。ん？話は終わったんですか。ああ、あの子たちを連れて再生に帰ること。パイロットはいないようだったけど。気になるの。はい。でもまあ本当に面白そうな子たちだったよ。素直には小さいのしかいないけどね。うちの家族さ。何の話だったんだい。それが青くせえ話ばっかりでケツが痒くなっちまったぜ。昔のあんたも相当なもんだったよ。お望みならベッドで朝まで昔話でもしよう。愛の量で決まるんだよ。ああ、男の中にはね、持ってる愛がやたら多いやつがいる。その愛はたとえ多くの女に分配されても普通の男の愛なんかよりずっとでかくて。あんたはさ、ザラザラしたもろこしのパンを独占するのと、とびっきりの極上の肉をみんなで味わうの。あんたいい奥さんになれるよ。男選びさえ間違えなきゃね。太りすぎだよ。あ？むしろ問題は同業者の方だね。回避する航路はギャラルホルンには有効だけど。イサリビに？ああ、親父からのお目付け役ってことでな。入っといで。あんたたち商売に関しちゃまだまだ素人だろ。いろいろ教えてもらうといいよ。俺はまあ何でもいいや。とにかくこいつは親父の命令だ。ことはことはこと。うん、じゃあお前ら本気で俺たちに喧嘩売ろうってんだな。でけえ面してんじゃねえよ。バカがいたもんだよなあ。安定しています。ステープルトンさんのおかげで助かりました。役に立つ女だって言ったろ。ええ。なんか言われた。何者です。名はブルワーズ。そんなに力を持った海賊なんですか。武闘派で名の通った組織であることは確かだね。もちろんテイワーズと渡り合えるほどじゃないんだが、うちで一番足の長い百里で何度も紹介してるけど、影も形も見えないね。どうやってそんなことを。エイハブリアクターを積んだ船をアリアドネの情報なしでそんな距離から捕捉し続けるなんて無理じゃない。クーデリアを渡せなんて言ってきた連中だ。うちの航海士が独自に作ったもんだからね。もちろん出航前にテイワーズには届けてあるけど、向こうが待っててくれるんならこっちもやりようはあるさ。こだ。目閉じとくから優しくするんだよ。敵艦正面。ダフタ、アジ、アキヒロを頼んだよ。ラジャ任せ。俺もそう思ってた。じゃあ始めっか。投資機ってのはな、
生きてる奴らに思いっきり泣くことを許してくれる場でもあるんだ。バカな子たちだね。ではこれで売買手続きは完了ですね。んなよ兄弟。じゃあな、アミダ。いきなりイチャついてんすか。知ってる。子孫を残そうって判断すんだろう。積み荷に問題はねえだろうな。ブルワーズの後始末が。ここはもう地球圏なんだよ。あんたたちがいた圏外圏は言っちまえばただの無法地帯。でもここには秩序と法ってもんがある。人を殺せば普通に罪に問われるんだ。どうしたんだい。いきなり騒ぎを起こしやがった。リビがこっちに来るんだって。なんかあったの。え、最近どこの工業コロニーでも労働者の不満が高まってるからね。そいつらが有能ならいいが、利益を出せなきゃしわ寄せを労働者の懐に押し付けるクズどもだ。待遇改善の抗議デモが日常化するのも、ラフタもちょっとは勉強しな。ならないね。アジ、ラフタ、いつでも出られるように用意しな。 I'm afraid this is too big a deal now. We're so well known as Tewas, we won't be able to join you. We'd be causing too much trouble for the old man. Oh no. What kind of face is that? It's ruining your handsome features. Guess I'm just not cut out for this. Well, you're still amazing to me. Don't worry. Those kids are strong enough. 気にすんな。それにしてもやってくれたな、あのお嬢さんは。お待たせして申し訳ありません。フミタのことできるのですね。ああ、それなんだが、アルホルンにきっちりマークされちまった。おいおい、元はといえばあんたのせいでもあるんだぜ。そんな言い方。ついてきます。ギャラルホルンですか。なら一席ってことはないだろう。接近する船から通信が届いていますが。モンターク商会と申します。代表者とお話がしたいのですが。どうする気だ。本音のところでお前らがどの道を選ぶ。兄貴、俺たちはまだ何者でもねえ。あんたはいいのかい。私はお互いポットでは疎まれるもんさ。テイワス全体の輸送網を仕切ってるタービンズと俺らじゃ格が違うんです。不服かい。ああ、楽しみにしてるぜ。これは失礼します。浮かない顔して。鉄火団の仕事に何かケチでもつけられたかい。なるほど、こっから先はあんたと同じ身内に足を引っ張られるわけだ。兄貴のあんたが面倒を見るしかないね。力押しじゃどうにもならねえこともある。それがいいんじゃないか。宝の山なんだよ。これがギャラルホルンの火星の拠点アーレスに呼ばれるとは大して。何かいいことでもあったのかい。悪い顔してさ。まさか。冗談でもやめとくれ。女を女としか見てないあんたには分かんないだろうね。なぜは私らを使ってるんじゃない。居場所になってくれてんだよ。タービンズにいる子はみんなあんたみたいな男に使われてた連中さ。危険な運びの仕事を割に合わない安い金でやらされてね。そういう子をなぜか自分の器量で抱き込んでできたのがタービン。ほーら、やっぱり分かってない。悪い、待たせたな。あんたさ。オルガはおとなしく。ここからは背中にも気をつけないとね。お姉さん帰ってきたばかりで悪いね。もう少しゆっくり。ラフター、さっき言ってたセッティングできたよ。どうする？いろいろあったみたいだね。鉄火団での生活さ。ああ、まあどうなんでしょう。わかりやすいね。素直ないい子だよ。あんたたちはみんなその割に嬉しそうじゃないか。それが鉄火団の奴らを選んだなら。まったく最近のあんたは何かあっちゃ鉄火団鉄火団って。思い出すね。確か火星のチップ足を護衛に。いいのかい。私が女だって分かった途端引くやつも多いんだけどね。
変わったことを言うな。一匹狼の運び屋だったあんたが、傭兵だった私に仕事を依頼してきた。俺は公私ともにお前に骨抜きになった。これ以上は無理だ。次はペインナッツ商会の護衛任務がある。この仕事してる。いや、綺麗だ。な。まあ、しっかり手も出すんだけどね。あんたはテイワーズの傘下に入る道を選んだ。これまで私と関わりがあった女の輸送業者たちをまとめ上げてネットワーク化し、あんたはテイワーズで上り詰めていった。女使って成り上がりやがな、何？なぜ？女は太陽なのさ。太陽がいつも輝いていなくちゃ。あんた臭い。あ、知らなかったんだね、家族ってもん。私らも昔はそうだった。しくないんだ。うちの輸送班と各地の事務所にゲラルホルンの強制捜査が入りました。やっぱりジャスレかい。考えたくはないが、親父って線もある。何にせよです。つなげ。はい。兄貴、ハンマーヘッドの予定航路くれ。テイワズの内輪揉めの結果だ。お前らには関係のねえ話なんだよ。見失うなよ、オルガ。お前が胃の一番に守らなきゃならねえものを、並大抵の覚悟じゃできねえことなんだ。他のさまつごとに足を取られてる暇はねえ。これが最後です。いざって時に敵艦隊へのおとりとして使うだけだよ。おとりってそんなの。ダメだ。お前らは輸送船の護衛につけ。奴らの。とはいえ、あんた一人じゃ危なっかしすぎて見てらんないよ。私が護衛につく。ラフター、アジ、あんたらは家族を守るんだ。モビルスーツは足は速いが、携帯火器じゃ船の走行は抜けない。慌てずに避難するよう誘導して。男も男さ、すぐ分かる嘘をつく。なら、なんで女は男に騙される？そりゃ本気で惚れてないからさ。なぜ敵艦隊前方に新たに。キリがない。それにしてもさっきの攻撃、アリアンロッドの新型、硬いね。ちょっと単調だね。砲撃、降伏すら認めないか。なら、あんたの覚悟かい。誰かの背中に頼ってるようじゃ頭は張れないんだよ。なんな、決まってるよ。泣くことができない。だったら見せてやるよ。私はろくに恋も知らないままここに来た。姉さん、なぜは私らを平等に愛してくれる。だけど女なら誰だって欲してるはずさ。前にアトラにも言ったことがあるんだ。いい男の愛ってのは、みんなでどんだけ分けても満足できる。そこらの波の男の愛なんかよりよっぽどね。ただ、女としてそれ以上の幸せはないさ。でもダーリンと姉さんが助けてくれて、読み書きだけじゃなくて楽しいとか嬉しいとか守りたいって願うもん。